第72回国際連合総会は2017年9月12日から開かれた国際連合総会の通常会期である。議長には東ヨーロッパグループからミロスラブライチャークが選ばれた。テーマはフォーカシング・オン・ピープル・ストライビング・フォー・ピース・アンド・エディセント・ライフ・フォー・オール・オン・エサステナブル・プラネット2017年5月31日 スロバキア外相のミロスラブ・ライチャークが議長に選出された。第72回国際連合総会では21人の副議長が設けられた。以下が副議長の一覧。アンポリの常任理事国、常任理事国以外の国々、第72回国際連合総会における各主要委員会の委員長には以下のメンバーが選ばれた。各加盟国の首脳級による 一般討論演説が9月19日から9月25日の日程で行われた。大統領就任後、初の一般討論演説となり、米国第一主義を主張した。北朝鮮問題について、必要なのは対話ではない。圧力なのですと発言した。第72回国際連合総会では、以下の決議案が審議された。2018年6月8日。 安全保障理事会への非常任理事国の選挙が実施され、南アフリカ、インドネシア、ドミニカ共和国、ドイツ、ベルギーが選出された。ユナイテッドネーションズゼネラルアセンブリー C1、ビューローオブザナナセカンドセッション。ユナイテッドネーションズゼネラルアセンブリー、ユナイテッドネーションズ2018年12月5日、閲覧。ユナイテッドネーションズゼネラルアセンブリー C2、 ビューローオブザナナセカンドセッション。ユナイテッドネーションズゼネラルアセンブリー。ユナイテッドネーションズ2018年12月5日、閲覧。ユナイテッドネーションズゼネラルアセンブリー C3。ビューローオブザナナセカンドセッション。ユナイテッドネーションズゼネラルアセンブリー。ユナイテッドネーションズ2018年12月5日、閲覧。ユナイテッドネーションズゼネラルアセンブリー C4。 Bureau of the 7th Second Session United Nations General Assemblies United Nations 2018年12月5日、閲覧。United Nations General a s s e m b l y C5 Bureau of the 5th Committee of the 7th Second Session United Nations General a s s e m b l y United Nations 2018年12月5日、閲覧。 ユナイテッドネーションズゼネラルアセンブリー C6 ビューロー。ユナイテッドネーションズゼネラルアセンブリーユナイテッドネーションズ2018年12月5日、閲覧。我が国核兵器廃絶決議案の国連総会本会議での採択。2019年1月22日閲覧。ありがとうございます。